今日はね、これで卵を後で乗せてパンを焼いてみようと思います。まずはこれ片面ずつしか焼けないので先にこっちを焼きます。取り出してマヨネーズを塗ります。そしたらちょっとここにくぼみをつけて卵を塗るかな。おー、先にやっておけばよかった。マヨネーズで土手を作ります。味付けよいしょ入れます。こぼれないようにいってみよう。あら全然、ちょっと開けてみます。どうなんだろう。あらちょうどいいぐらいに半熟になってるんで、そろそろ揚げます。おっとっと、これでフライパン使わなくていい。すごいプルプルなんだけど、もうちょっと固まった方が良かったけど、でもまあいいかな。食べてみます。はい、食事終わりました。今日から有給休暇の消化に入ったんですけど、なんかね、世間はお盆休みなので、なんとなくね、こう自分だけが、みんな働いてるのに自分だけ休んでるみたいな、そういう気持ちは全然ないんだよね。まあ私の会社はまだ今日はお仕事なんですけど、今日まで、そう、こんな感じでなんとなくこう実感のないままお休みに入りました。結局昨日8時ぐらいまで夜仕事してたんだよね。出社してまあいろんな整理、書類の整理はもうそれほどなかったんだけど、あとは私のパソコンのバックアップとかを取ってて、まさかねそんな時間かかると思わなかったんだけどそれで結局ね、最後まで、まあ、上司と一緒に仕事をずっと引き継ぎをやっていたんだけど、それでね思ったんですけど、普通に働いている時から、この辞めるとか決めないで普通に働いている時からね、もっともっとね、その上司と一緒に仕事をする機会があったら、時間があったらよかったかなってすごいね思いましたね。っていうのはやっぱ私しか知らないことが多すぎてね、やっぱりそれが不安につながっていたのかなっていうのもねすごい感じたんですよ。だって私しか知らなかったら私休めないじゃないですか。休めないし、何かあった時に誰も知らないっていう状況になっちゃうじゃないですか。もちろんその会社とか業務にもそう差し支えることなんだけど、私自身にとってもね、それがねこう知らず知らずにこうプレッシャーになっていくっていうのがあるんだよね。で今回も本当に結構深いところまで一緒に引き継ぎをやったんだけど、私しか知らないこととか、まあ普段はまあこれは経理の仕事だから、あえて細かいことだからあえて伝えてないっていうこともあったりして、そういうこともねあえてこう全て伝えたんだけど、もっと時間があればやっぱり私だけじゃなくて他の人と情報を共有していて、そういう細かいことがねあったんだよね。でそういうことを伝えているうちに思ったんですけど、そうもっともっと一緒に仕事をする時間、同じページ、もっともっとこう同じページっていうのかな、セイムページってよく言うじゃないですか英語で。なんか本当にそういう風に慣れてたら辞めなかったかなっていうのは感じました。だからまあ本当にね、細かく毎日の業務の中で伝えるっていうことをやっていればよかったんだけど、多分それをやっていたとしても伝わってないことってたくさんあると思うんだよね。しかもその E メールっていうのはさ、E メールの一部始終をこう送るっていうのはなんとなくね、こう私自身それ
気にしなくていいと思うんだけど気が引けちゃったりするんだよね。まあその過程も大事なんだけど、どういう考えで結果に至ったかっていうところも大事なんだけど、まあ、結果が分かってればいいかなっていうのが私の考えだったんだよね。だから割とその中間をすっ飛ばして最後の結果だけまあ伝える、でそこであの質問があればあの説明をするっていう風にしてきたんで、割とねこう伝わってないことがね溜まっていたんだよね。そうなかなか難しいと思うんですよ。本人も上司もやっぱりそこまで時間があるわけじゃないので、あの全てをこんな小さい会社なんで全てを見なければいけないので、まあ、経理とか人事とかすごい大事なんだけど、そこまでねあの細かい事象について把握はまあ実際無理なのかなっていうところもあります。でもねまあまあ今回はいい機会だったのかなって思うんですよ。私は今回あの後任者がいなかったのであの上司に引き継ぎをしたんだけど、まあ、上司も前の私の前の人とかその前の前の人とかあの3人目ぐらいなんですけど、私が今の会社の経理とか人事をやってる。でその前の人の時にはあのもう後任者がいたから全てこう任せっきりっていうことであまりね関与してなかったらしいんですよ。でも今回は後任者がいないから、まあ、上司がもう全面的にこう引き継ぎを受け継いだっていう形になったんですけど、まあ、いい機会だったのかなとは思っています。まあそんなわけで、まあ、最後はね、まあ、スムーズに終了することができました、まあ、私もね一安心です。なんかこう変な感じで中途半端になんかやることやらずに終わるっていうのもねなかなか後でこあのすごい後悔するだろうし、まあ、今回の引き継ぎっていうのはすごいね割と意味があった内容だったかなってすごい感じました。はい、そんなわけでね、まあ、なかなか難しいですよね。特に小さい会社でそうやってもっともっと働いている間に一緒に仕事ができて情報とか状況を共有できるっていう状況が あったら一番良かったんだけど、なかなか難しいかなっていうことです。もうねすっかりねそうやる気がないとか言われたこととかすっかり忘れちゃったし、まあもうどうでもいいかって感じですね。はい、そんなわけで今日は、これからちょっとねせっかくあの時間ができたしまた久しぶりにあの無人売り場農家さんの野菜売り場に行ってみようかなって思うんだよね。多分ねもう昼過ぎてるし何にもないと思うんだけど、でもねもしかしたら何かあるかなっていう感じでちょっとね行ってみようと思います。なんかね行くとね休みだったりするんだよね。そうよくね給食してる最中はねよくしょっちゅう行ってたんだけど、で珍しいねあの野菜があったりしてそう行ってきたんだけど、これからね行ってみようと思います。